セノジーどうもーガクトモチャンネルのガクトでございます。皆さんよろしくお願いします。なんかちょっと手が出てますけどね。なになにもう早いぞ。もう紹介しちゃおうかな、うん、待ちきれない。今日のゲストこの方です。どうぞ。はい、皆さんこんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。高坂智也です。よろしくお願いします。初登場の高坂さんね。緊張してる。どうしよう。全然そんな風に見えないですけど。よく言われる。そうなんだ。緊張の塊ですよ。僕も割と緊張しいなんで。初対面だし大丈夫かな。いや、もうどんな感じで来てくれても構わないんで僕は。優しい。どうしよう。よろしくお願いします、ね。よろしくお願いします。お願いします。はい。あのですね、最初にまずガクトモの一つ目のルールとして呼び方をね毎回決めてるんですけど。なんか見ましたそれ。見ました。見ましたよ。ヨネッチさんのやつ。ヨネッチさんのやつ見ました。どうでした。ヨネッチってヨネッチさん そんな風にいつも呼ばれてないじゃない。特別感なんですよね。すこの番組の特別感で、はい、ヨネッチさんって呼ばれてるわけです。そうなんです一応ね。じゃ特別な呼び名を考えてくれるっていうことですね。でもさっきちょっと話したらフェアリーがいいって言われました。バラさないで。なんで言っちゃうの。フェアリーがいいのって言われました。いや、やっぱだってなんかみんなフェアリーって呼ぶからなんか自分もこうフェアリーがこうしっくりきてるから。あ、いや、もちろんです。フェアリーかなって。じゃあフェアリーでいいんですか本当に。うん、フェアリーがいいな。さんっていらないんですか。フェアリーさんって言うとちょっとなんかこう距離を感じると思います。本当はね、こう敬語で話すべきかどうかも結構悩んでるんですよね。いや、もうタメ語でお願いします。タメ語でいきましょう。タメ語に来てください。僕もタメ語でいいですか。全然タメ語。フェアリーよろしく。よろしく。よろしく。よし、頑張りましょう。ありがとうございます。あ、僕は何がいいですかね。なんかでも皆さん結構、はいはい、ガクくんとかガクちゃんとか、ね、ヨナイさんがガクちゃんって呼んでたらしい。そうなんですよ。対抗しましょう。ヨネッチさん。ガクちゃん。ガクちゃんでいきたいと思います。いいですかじゃあ、むしろいいのかな。慣れ慣れしくないかな。いいんですよ全然。じゃあガクちゃんでいくね。よろしくお願いします。頑張ろう。よろしくお願いします。フェアリーよろしく。よろしく。なんかね、よろしくがちょっとお堅いんだよね。フェアリーよろしく。来るから。低い声も出されるんですか、普段からね。フェアリー、例えばね、近所のスーパーに行って、はい、なんかポイントカードをお持ちですかって言われて、ありませんって言うと変な人。変な人じゃないですか、はいはいはい、だからなんかポイントカードその時はじゃあやりましょうやりましょう。あ、いらっしゃいませ。ちょっとニヤニヤしょ。お会計1500円になります、はい。はい、ありがとうございます。ポイントカードお持ちでしょうか。いや、ないです。あ、お持ちないですかね。ないです。あ、じゃあこちらのお会計でよろしいですか。ありがとうございます。レシート必要でしょうか。あ、そこが出さないんですね。って感じなのか。すげえ。だってね、もうだってね、もう本当にね、はい、なんていうの、なんかもう。何ですか何ですか。例えばさ、なんか飲食店とかであの店員さんをすいませんって呼ぶと、はいはいはい、みんなバッて振り返る。確かに振り返りそう。これ結構トラウマだよ。本当に本当に恥ずかしいの。自分が声をかけたらみんなバッて見る。みんな見るの。え、何、どれが喋ったのって顔する。だからコンビニとかでもじゃあ唐揚げ棒くださいって言うと、はい、3度に来るから。もうそういう人生歩んできたから、はい、もうポイントカードごときだもん。なるほど。じゃあ唐揚げ棒の時はなんて言うんですか。あ、唐揚げ棒ください。やべえ、面白すぎる。じゃない、だからなんかね、ほら例えば、はいはい、なんかちょっと公的な場所に電話するじゃないですか、はいはいはい、例えばこの前、結構前ですけどやっちゃったのが、銀行の ATM こかって下ろす時に、はい、うっかりお金を取り忘れちゃったんですよ。なるほどなるほど。でこうテンパっちゃって、あ、どうしようってこうガッてこう銀行に電話したら、いろいろ根掘り葉掘り聞かれるじゃないですか、はいはいはい、でもこの時、ただいまお電話いただいてるのは奥様でしょうか。高坂智也本人ですって言ったのに軽く信じてくれなかったから。すげえ。じゃあそういう時もじゃあ、あ、すいません切り替えるんですか。ちょっとお金取り忘れちゃったんですけどってやんないとさ、余計な手間がかかるじゃん。何の話だ。面白い。パーソナリティがわかる。やだやだ、恥ずかしい。こんなこと言いに来たから。キャラなんですかって言われてますけど。キャラなんですか。素はどっちですか。本当は割と、まあでもこれちょっと動画向けにちょっと誇張してる節あるよね。ありますか。あるよね。普段からこれだったらさすがに生きていけないと思う。なるほど。ちなみにじゃあ例えばアフレコ現場とかで、うんうん、あのブースにご挨拶するじゃないですか。でまず初めての現場とかだったりするんですか。あ、
どんな感じだったか。それ聞いちゃうん。聞かない方がよかったです。すみません、よろしくお願いします。高坂です。そうなんだ。よろしくお願いします。おはようございます。なんかそういう現場かなと思って。確かにね、現場によって使い分け。そういう現場でいいかな。合ってます合ってます。合ってます。今丸いただきましたね。丸です。なるほど。そう。まあ、今回はね、フェアリーと初対面ってことで、はい、いろいろとちょっとパーソナリティの部分をね、聞かれちゃうの聞いていこうと思うんですが、俺も動揺してる、ちょっとどうしよう、なんでも大変フェアリーのちょっとキャラ感、頑張る頑張って頑張る。フェアリーは、家で一人の時は何してるんですか。寝てる寝てる家で、でも、まあ、恥ずかしながらそんなに趣味がある方じゃなくて、ゴロゴロしながら、ゲームしたり、ゲームあ、ゲームやるんですか。ゲームがね、本当はすごい好きなんだけど、はいはい、なんか普段何してるのって言われてゲームって言うと妙に反応良くないからあんまり言わないようにしてるの。ちゃんとそれ、そうなんですか。多分ね、フェアリーだからきっとなんか家でこうお裁縫してるとか言ってほしいんだと思う。だと思う。フェアリーっぽい感じのこと。ゲームはなんかイメージと違うからか苦い顔されてしまう。でもすごいゲームやるぞ。何のゲームするんですか。どういうカテゴリーかな。ポケモンとか好き。あ、ポケモン僕もめっちゃ好きです。好き。サンムーンはやってないんですけど。残念。その前まではやってます。何のポケモン好きなの。でもドラゴンタイプめっちゃ使います。好きそう。いや、もうなんかこれがイメージを裏切らないということ。マジか。これが何が好きって言われたら正しい回答。ガブリアス絶対パーティーに。もう好きそう。もう小学生みたいな。ガブリアス、ボーマンダと、あとカイリュウと。リザードンとか好きそうな顔してるもん。リザードン好きです。リザードンも入れます。あとあれ、あの首3つあるやつ。あ、サザンドラ、ね、サザンドラ入れる。もうすごいイメージを何も裏切らない。ドラゴン使いの渡るだわ。いや、いいっすよね、ポケモン。すごい。わかります。え、どれが好きですか、一番。ルージュラ。ルージュラ。ルージュラも強いですよね、でも。リリ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 リ大好き。超バリアードじゃないですか、それ。やべえ、うまいうまい、うめえ。過去最大の危機。ちょっと待って、過去質問がちょっと待って。あ、自分、いや、そんなそこまでじゃなくてもいいですけど。最大の危機、結構やばかったなこれみたいな。やばかった時、あのね、アパートに住んでるんだけど、はい、行っちゃった、まあいいや。アパートに住んでるんですけど、朝の9時23分に。なんで23分そう、ちゃんとあるのに。あるの。なんかちょっとその日夕方ぐらいからしか用事はなかったから、はい、9時23分に起きて、あーってポケと起きて、あー、シャワー浴びようかなと思って、はい、シャワーガーって浴びてたわけです、はい、そしたら扉がガガガガガガガってきて、なんかうるさいなと思ったけれども、まあいっかと思ってシャワー浴びてたわけです、はい、ほらシャワーって音がするから、はい、なんか気のせいかなってちょっと思ったわけですよ。思いますね。ガン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 って来てる気がするけど、まあなんてことないでしょうって思って、はぁ、さっぱりしたってガチャってこうお風呂場のドア開けたら、はい、なんか煙たいの。煙たい、煙たいの。なんか煙くないで、あれこの煙さ絶対おかしいと思って、バストールこう巻いてこうやって巻くのこう巻いてこうベラン、一応ちっちゃいベランダがあるから、はい、ベランダにガラッてこうやっていったら、こうやっていったら、はい、こうやっていったらあのなんかね、2階なんだけど、はい、1階からね、人がみんなこっち見てる。バスタオル巻いたフェアリーをみんな見てるの。胸まで上げてる。上げてる。鳩胸だからさ。鳩胸だから恥ずかしいの、はい、で、こうこっち見てて、でもこっち見てるけど気持ちなんかこっち見てるの。なんだろうと思って、はい、ふと見たら消防車がホースを持って、2階からなんかね、水をガーンってやってんの。うわぁ、やばい。火事ちゃんと、これ火事ちゃんと思って。そういうことか。もうバスタオルじゃさすがに出られないから、こうビチョビチョの体のまま、こうシャツとジャケットとなんか簡単なパンツだけ履いて、一応こう台本と DVD ポータブルプレイヤーだけ持って、それちゃんと持ってんだ。これなくなったら大変だもんって、ガッと思って、こうって扉ガッと開けたら、あの消防隊員の人がまだ人残ってたって言って、やばいやばい。君こっちって言って。こう誘導されて救急車にこう乗って運ばれて、煙吸ったから病院に行って、あ、何もなく帰ってきました。あ、よかった。これでも割とね、9時23分忘れない。あ、ちゃんと覚えてたんですね、それが。そう、もう
9時23分があまりに印象的すぎた。告白を。いや、また書き方よ、本当に。いや、でもこの番組がですね、友達を増やそうっていうコンセプトのもとやってまして。うん、知ってる。なんで、おしとやかになるの？え、なんで、いいよ、進めて。いや、学友になってもらえると、僕のね、エチュード？やりますか？やるんですか？え、マジか。なあ、フェアリー。何？学長。今日は、お前に話したいことがあるんだ。何改まって、もう。ずっと思ってたんだけど。うん、何？俺と友達になってくれないか。もう友達じゃん。本当か、いいのか。どういう友達なんだこれは。友達になったら何かもらえるって聞いたの。何がもらえるんだ。知らないの。もう何がもらえるんだフェアリー。友達なんかしよう。なんでそんな触るんだ。これか、お前が欲しいのはこれか。肩幅足りるかな。そんなに嘘でしょ。意外とね、肩幅がね、成人男性並みにちゃんとあるって評判のフェアリー。あ、大丈夫、 XL だから。最高。素晴らしい。鳩胸にも対応してるかな。対応してるかな。ちなみにこれ乳首つけるから気をつけて。マジかよ、先に言ってよ。なんで言ってくれないの。絆創膏。やべえ。じゃあ友達ってことでいいのかい。いいと、いいともない。やばい。ありがとう。なって、これ良くないと思う。なってくれるかなって感じだもん。なってくれるかな。これ今まで誰も言ってこなかったの。確かに言わなかった。いやいや、みんな本当は思ったと思うよ。でもみんな大人だから。確かに抑えてるんですね。抑えたと思うよ、あの伝説の昼番組。抑えたと思うよ。じゃあありがとう。俺と友達だね、これで。友達だね。なんで触るんだい。てことで。てことで。この動画良かったと思ったらグッドボタンと。そう、グッドボタンと。そしてチャンネル登録の方よろしくお願いします。次の動画もね、フェアリーと一緒に面白いことやっていくぞ。まだ終わらないの？まだ終わらない。あと1本ある。やだ、大変。大変だけど。何やろうかな。頑張ろう。すげえ。これが友達だ。これが友達だぞ。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。